メロン城メロン城は北海道夕張市にあった食品製造加工施設である。当初は夕張市農産物処理加工センターとして開設され、後に種類製品製造施設となった。外見は西洋の城郭をモチーフにしている。夕張メロン城とも表記される。売店等も併設され、工場の見学も可能であった敷地は1975年3月に、 廃校となった夕張市立日野都市通小学校の跡地。石炭産業が社用化し、他の産業への転身を図る中、特産の夕張メロンの加工を進める夕張市農産物処理加工センターの第一工場として1985年に完成して開業した。第三セクターの株式会社石炭の歴史村観光が運営を 行っていたが、同社は2006年11月29日に札幌地方裁判所に自己破産を申請して、経営破綻したために、同社の施設は全面的に閉鎖となり、メロン城も閉鎖した。その後、元従業員らが新たに設立した夕張酒造株式会社がメロン城や観光物産センターの指定管理者となり、運営を引き継いだ。 2007年4月28日に再び開業し、同年7月4日から製造も再開した。夕張酒造への管理委託は施設の買い取りが条件であった。しかし、2年を経過しても夕張酒造は施設の買い取り義務を果たすことができなかった。このため、夕張市は2009年8月より新たに指定管理者の工房を行ったが、条件を満たす業者は現れず、 公募が不調のまま、夕張酒造の委託期限である2009年9月末を迎えてしまった。このため、市は条件を緩和し再入札を実施、2009年11月に、長野県の医薬品関連企業、アンサーが落札したが、同社による買収も実現しなかった。そこで再度売却先を公募し、札幌市の卸、小売業、ベースクリエイトだけが応募したため、 2012年5月1日に同社への譲渡が決定された。ありがとうございます。